ハインリッヒ・パノフカ、ハインリッヒ・パノフカ1887年12月18日はドイツ出身の作曲家、声楽家、バイオリニスト、シレジア地方のブレスラウで生まれた。最初はバイオリンをシュトラオフォト・フォルスターに習い、10歳ですでに演奏会で弾いている。17歳の時にブレスラウの大学を去り、 ウィーンへバイオリンと作曲を学ぶために赴く。そこでバイオリンはマイゼーガーに、作曲はヨアヒム・ホフマンに学んだ。20歳の時、ウィーンで独創会を開いた後、1829年、22歳でウィーンからミュンヘンに移り、さらに勉学のためベルリンに住むことになったが、1831年に父の死去のため一時ブレスラウに帰る。 1834年になって、彼は、バイオリニストとしての演奏活動を、パリで行い、ベルリオーズの下で、音楽会を開いている。またその頃より、声楽に興味を示し、コンセルバトワールにおいて、当時声楽家として、著名だったボルドーニに歌唱技術を学ぶ。1842年、ボルドーニと共に、パリに声楽院を設立し、声楽教授も務めた。 1844年、彼は、ロンドンに赴き、王立劇場のアシスタントの一人として契約し、声楽教師として、ジェリー・リンドなど有名歌手を助ける仕事もしたのである。この時代に出版した、プラクティカル・シンギング・チューターによって、彼は広く声楽教師としての名を知られるようになった。1852年、再びパリに戻り、バイオリンの演奏会を行ったり、 バイオリン曲などを作曲すると同時に、新聞の音楽評論等も書くようになる。1866年からフィレンツェに住むようになるが、これはイタリアの声楽の歴史及び歌唱様式を学ぶためであった。しかしフィレンツェでの生活は長く続かず、1887年12月18日、この地で彼はよう去った。ありがとうございます。